ちた大谷の HRQ を敵軍野手がスタンドへ投げ返し、キャッチ、ドジャースパイレーツ、日時間10日ロサンゼルスドジャース、大谷翔平投手は9日、日時間10日、4どころち、パイレーツ戦に、1番、指名打者で出場し、3戦ぶり35号にランを放った。キャッチしたのは56歳のエリック・ロドリゲスさん。これで、ベッタニマンの塁打球をコンプリートしたという。大谷は3回1四1塁の第2打席で、ケラーの変化球を完璧に捉えた。バックスクリーン右へ飛距離448フィート、約 136.5メートル、打球速度 113.9マイル、約 183.3キロの特大弾。ブレーブスのマルセル・オズナが外野手を抜き再び1位に輝いた。大谷の塁打は一度バックスクリーンにかけられているネットで羽根グラウンドに戻った。それをパイレーツの中堅テーラーが拾って右翼席へ投げ返す粋な計らいを見せた。ロドリゲスさんは右翼席で観戦しており、ダイヤモンドを回る大谷を見ていたところ、いきなり右方向からボールが飛んできた。まさに嬉しかったと驚きの声を上げた。ロドリゲスさんは過去にムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマン両内野手の塁打ボールを取っており、ベッタニマンコンプリートとなった。だから私はとても運がいいんだと笑顔を見せた。河村コタ、古代河村、